天道城は山形県天道市天道にあった日本の城。山形盆地の中東部、独立級の舞鶴山に築かれ、別名舞鶴城、天道古城。東西1000メートル、南北1200メートルの範囲に及ぶ村山地方最大の山城。また、標高231.8メートルの山頂部に四角を置き、現在はあたご神社が建つ。この下には、 帯びくるがめぐり、要所には、幾重にも壇上の車が連なる。城跡の大部分は、天道島い鶴山公園となっている。なお、天道おだしの上館は区別して、天道おたかと呼ばれる。南北朝時代、北畑天道丸が京を構えたとされるが、文中年間もがみ氏の圧力により天道城を去ったという。もがみ直家の子、天道よりなおが養子として、 生成立てを本拠とする里見氏に入っていたが、天寿元年、令和元年、天道城に移り天道氏を称した。その後天道氏は一門を領内に分散配置することで、村山軍に大きな勢力を築き、最上八立の領主として、次第に最上氏と対立した。天正五年、最上義光は天道城を攻め、天道氏は最上八立の援軍を得て、 最上軍を撤退させるが、天正十二年、もがみよが、またも攻めると、延べ、沢貞景などの寝返りにより落城敗城となった。天保元年天道藩主、小田氏が入り、陣屋は天道の田鶴町に置かれた。行政面を重視した、金星後期の上閣であったが、母親戦争の再消失した。北畠氏橋市天道氏敗城 山形県中世上官遺跡調査報告書第2週 P75 山形県中世上官遺跡調査報告書第2週 P74 佐賀江市小江市並びに関係資料 P588 戸沢家府山形県中世上官遺跡調査報告書第2週ピアニッシモ68から77ありがとうございます